吉宗評判記暴れん坊将軍。お客人がお見えになっております。内玄関でお待ちでございます。今から登場するところだが。そう申し上げましたが、ぜひ一目なりともと申されております。どなただ。はあ、伊勢山田から出てこられた磯川三郎兵衛殿とか。何、磯川、磯川が出てきたのか。三郎兵衛忠相お主か。いや、お主が訪ねてくるとはな。いつ出てきたんだ。今日着いたばかりだ。前もって知らせてくれればよかったのに。いや、お主は天下の町奉行、俺は田舎の郷士に住み、多分お主は忙しいだろうと思って。何を水臭いことを言うのだ。お主と俺との仲ではないか。まあ、上がってくれ。いや、お主はこれからお城へ上がるそうだな。何、すぐすぐ毎度のことだ。お通ししてくれ。いや、伊勢山田時代散々世話になった磯川三郎兵衛殿だ。今で待っててもらう。は、いや、外で待っていてもいいのだが。何を言うのだ。積もる話がいっぱいあるぞ。まあ、上がって待っててくれ。俺は半時もしないうちに戻ってくるな。そうしてくれ。そうか。では、お言葉に甘えて。しかし、町奉行って仕事も大変らしいな。何大儀であった。早速お聞き届けくださいまして、安倍田島の神、恐縮に存じ奉ります。ご老人、上様には他の用事もござりますれば、これにてお引き取りくだされ。はっ。上様、老中はまだ何も気づいておりませぬ様子で。よし、国元だ。忠相が来ておろう。忠相に会おう。その日、大岡忠相を訪ねてきた男は磯川三郎兵衛。大岡がかつて伊勢山田奉行をしていた頃親しくなった友人の一人であった。磯川は初めて出てきた江戸の、しかも町奉行役宅に通され、全く緊張しきったように見受けられた。
よし、思い切って大胆に、しかも細心に気を使ってやれ。心得ております。何十年、歴代の将軍が手をつけなかったことだ。いや、気づかなかったと言うべきかもしれん。それを忠助、お主がやるのだ。は、すべては上様のお考え、ご決断にかかっております。分かっておる。忠助、すべてが判明するまでお主も相手に気づかれるな。そのつもりで振る舞え。心得ております。吉宗は密かに大岡に命じていた幕府の総勘定、総予算は300万石といわれる膨大なものである。吉宗がその総勘定に疑問を抱いたのは就任して間もなくであった。そして密かに大岡忠相にその実情を調べさせていたのである。くださいますな。どうぞ。お奉行はもう間もなくお戻りになると存じます。ここから江戸城まではすぐ一足でございます。おお、ではお迎え方々行ってみますかな。しかしもう間もなくお戻りになられますが。いや、それがしまだお城を見たことがございませんので。はい。お奉行様、お奉行様、大岡様。大岡様、辰五郎か、元気か。え、おかげさまで。大岡様、今日は火消しの頭連中がみんな集まりましてね、おかかりからお褒めのお言葉いただきました。ありがとうございました。お前たちのおかげで江戸の火事もぐんと減った。いや、上様もことのほか喜んでおられる。これからもよろしく頼むぞ。へい、任せておくんなさい。ああ、そうだ、火事のない夜など久しぶりでまたお前たちと一献組むか。ん、どうだ。へい。ありがたいお言葉です。いつでも呼んでおくなさいよ。ではまただ。え、お役目ご苦労さんです。おい、お前ら。しかし大岡様って方、しかし話の分かる人だな。一献組もうか、これだぞ。聞いてやした待ってください。あんな話の分かるお奉行様はいませんぜ。かつら立派なもんだい。磯川は？お奉行をお迎えに行くと申され、つい先ほど出られましたが。いや、出会わなかったぞ。道を間違えて教えたのではないか。いえ、いつもと同じ道を教えましたが。おかしいな。しかしまた戻ってくるだろう。よし、よし、よしべ。よしべうねめか。ああ、そうです、よしべうねめです。それと森口黒兵衛、川上左門。川上左内だな。あ、そうでした、川上左内です。それと備前屋修左衛門。何、備前屋？こいつ驚きましたね。備前屋まで取り調べる予定だったのか。大体そんなところが最初に召し捕らえる手はずになっておりました。浦間様、こんなもんじゃうかうかするってと。うん、すぐに手を打つ。殿にお会いしてくる。それにしても磯川さん、おめさん、手下を手柄って。いや、俺も大岡と別れてから6、7年になる。覚えているかどうか内心は心配だったが、ひどく懐かしがってくれたよ。浦野様も言ってた通りだろう。え、大岡って分野はそういう男だってよ。お城上がるのも四つぴったりだよ。これで肩の荷が下りた。しかし大岡、怒っているだろうな。
誰か、誰か。何か。わしの留守中にここへ入ってきた者は。ございません。お通ししたのは磯川殿だけでございます。磯川。老中、阿部田島守の動きは全くいつもと変わりありません。老中の上屋敷、中屋敷、下屋敷、いずれも普段と同じでございます。そうか。しかし忠相は事件の張本人は阿部田島守と睨んでおる。引き続き阿部の動きを見張るんだ。は。これが磯川三郎兵衛の聞き書きでございます。うん、勘定奉行吉部宇根部、お金奉行森内黒部、勘定組頭川上左内、御用商人備前屋修左衛門。意外じゃな。さすがに大岡忠相、油断はできません。特に備前屋にまで捜査の手を伸ばしていたとは驚きました。備前屋がもし取り調べられ口を割れば、あとは弁解のしようもなくなります。備前屋はまだ取り調べは受けておりません。ただ磯川が盗み見した大岡の覚書では、近日中に身柄を奉行所に移す手はずとか申しております。その方ならば何とする。やむを得ません。永久にその口を閉ざしまする。良きに計らえ。越前殿が至急にお目通りを。何、覚書を見られた。そうとしか思えませぬ。それがしの責任でございます。訪ねてきた昔の友を信用した忠相が迂闊でございました。よい、昔の友が訪ねてきたのだ。誰でもそう扱おう。裏切った男こそ哀れむべき存在なのだ。だが忠相、捜査に支障はないだろうな。はあ、早速手を打ちます。うん。役職にある旗本はともかく、まず第一は御用商人備前屋修左衛門でございます。この男の証言がなければ不正な金の流れがはっきりいたしません。何、備前屋はいない。はい、先ほどから姿が見えません。心当たりをみんなで探しているところでございます。おかしいんです。備前屋修左衛門は先ほど店を出たきりまだ帰っていないようです。大岡様も打つ手がないありさまでございます。備前屋はいない。お田島。備前屋、大岡の手が伸びたんだ。今明日のうちにもお前は奉行所へ連行される。間違いはない。どうしましょう。知らぬ存ぜぬで凍結をしましょうか。大岡がその手に乗ると思うか。手は一つ、お前が姿を隠すことだ。ああ、心配するな。お前の身は我々が必ず保護する。しばらく江戸から離れておれ。はい。世間の目をくらますんだ。そうだ、書き置きを書いておけ。か、
吐き置き。自殺をしたことにして姿を消すんだ。今夜のうちにも我々がお前を安全なところへ案内する。急ぐんだ。はい、その通りいたします。おい、おお、そうだ備前屋。これは殿からだ。当座の小遣いに使えて仰せられておる。受け取るがよい。これはこれは恐れ入ります。殿様によろしくお伝えくださいますように。どうも。死んでますわ。補修のために足場を作ったんですが、それまではね、あの辺りは草ぼうぼうの空き地だったんですよ。でも驚きましたね。備前屋なんて大物の御用商人が死んでるとはね。あ、大御さん、これ置いてあったんですよ。生きてるのも嫌になった。あとは頼むって。これは違いですかね。担当で胸をついております。書き置きもございました。まあ、一応自害のように見せかけてはおりましたが、あの男を通じてどれくらいご公儀の金が流れたか調べる寸前でございました。忠介、お主が調べようとした者はまだ他にもいたはずだ。誰と誰だ。ご金蔵を預かるお金奉行森口黒兵衛、勘定組頭川上左内。自決するなど素振りもなかったそうでござります。おそらく二人とも自決したのではなかろう。殺されたのだと仰せられまする。とまだまだ犠牲者は出るだろう。止めねばならん。そのためには、そのためには、商人備前屋修左衛門、お金奉行森口黒兵衛、勘定組頭川上左内、相次ぐ不審の自殺者は幕閣に大きな衝撃を与えた。捜査は公正に行われたか、行き過ぎはなかったか。論議は大岡忠相にとって一方的に不利な展開となった。何、その方が責任を取る。はい、それがしの行っていた調査はことごとく行き詰まりました。このままでは上様のご信任を全うすることはできませんので、責任を取らせていただきます。当然でござろう。いや、越前殿、早まってはなりませぬぞ。上様、いかがおぼしめされまするか。やむを得ん。
越前がそのように申すのなら、その方責任を取れ。すべてはご破産じゃ。一度の大義。御用山田朝右衛門、大岡越前の神殿切腹と聞き介錯人として参上いたした。お取り次ぎ願いたい。はしばらくお待ちを。越前の神忠助切腹自決す。その知らせはたちまち江戸中に知れ渡った。何を言ってんだお前、このバカ野郎。お前冗談もいい加減しろ。お前そんなことやってたまるかよ。本当にだってそんなこと言ったって死んじまったんだよ。何おい、本当かおい。お兄ちゃん誰、大岡様が死んじゃったんだって。ああ今おさげら聞いた。でもそんなわけねえな。とにかく俺行ってくる。お前さん、行くってどこ行くんだよ。旦那、大岡忠相は切腹した。俺が解釈した。え、責任を取ったのだ。いや、責任を取らされたと言った方が当たっているかもしれん。私はあのめ組の辰五郎だ。すまない、お奉行にちょっと一目合わせてもらいたいんで。ダメだダメだ、お奉行を切腹なさったのだ。何人も立ち入ることはできん。ダメ、はいはい、ちょ頼むよ。ちょっとちょっと、なあ頼むから一目合わせてくれって言ってんだよ。なあおい、老中阿部田島の神の屋敷に勘定奉行吉部うねめが入りました。やはりそうか。忠相が言っていた通りだった。大物二人まんまと罠から逃れおったわ。備前屋修左衛門、森口黒兵衛、川上左内、調べるはずの相手が相次いで自殺したのでは大岡も手の打ちようがあるまい。将軍家もすっかり気落ちしたらしく、荒々しく引っ込んでしまいましたな。これでよいのじゃ。時にうねめ、その方しばらく言動に気をつけておれ。はそれは十分に心得ております。それにしても世代も、あの書きつけ役に立ったぞ。はすべてあの田舎公子磯川三郎兵衛の手柄でございます。お殿、あの男しきりに約束のものをと口にしておりますが。よし、取らせて使わせ。二度と江戸に来ぬように申し付けてみて。は何、老中阿部田島の用人。先日より足しげく神屋敷を出入りしておりました。念のためつけましたところ、向島佐野屋六兵衛と申すヤクザ者の寮に入りました。向島のヤクザの寮は。そうか、案外そこが奴らの本拠かもしれんな。よし、すぐ助橋とその寮を見張るんだ。はい。ここで様子を見ていてくれ。ありがとうございます。
助かりました。これで国へ帰れます。いやこの何年うっかり米相場に手などを出しまして、にっちもさっちもいかぬところでした。助かります。その方二度と江戸に姿を現すな。よいな。はい、よく分かっております。うっかり大岡と顔でも合わせたら目も当てられません。大岡は死んだぞ。え？切腹した。お主が盗みにして知らせてくれた覚書、こっちもすぐに手を打った。そのため大岡は責任を取って切腹したんだ。もう心配はいらんぞ。そうでございますか。大岡忠相が死んだ。俺のせいではない。あいつが油断したからだ。そうだろう。その通りだろう。そうだそうだ、その通りだよ。相手は町奉行だな。人を見たら泥棒と思わなくちゃいけないはずだよ。おめさんがな、うまくやっただけの話だよ。その通りだ。人を見たら泥棒と思え。なるほど、その通りだな。さあさあ、どんどんお分けなさいね。お主は天下の町奉行、俺は田舎の豪士に過ぎん。何を水臭いこと言うのだ。お主と俺との仲ではないか。上がってくれ。俺はうだつの上がらぬ田舎豪士に過ぎん。あいつは天下の町奉行になった。油断する方が悪いんだなあ。悪いに決まってる。おい、もう酒はいらねえよ。この旦那明日の朝早いんだからよ。えい、どうした。酔っ払ってすっかり寝込んでますよ。そうか。あの男どうなさるおつもりです。これから先邪魔になりゃしませんかい。うん、俺もそれを考えてきたんだ。思い切ってやっちまいましょうよ。ねえに死人に口なしですよ。これで一安心か。そこにいるのは誰だ。捨てて出ていくはずがねえ。あいつが行くところってやたった一つしかありませんよ。おや、誰かと思ったら旦那、まだ江戸にいらしたんですか。受け悪かったな。ご挨拶ですこと。こっちは嬉しくて言ってんのよ。お一つどうぞ。まだずいぶん酔ってらっしゃるのね。酔って悪いか。嫌ですよ、変に絡んじゃ。ねえ、
お江戸はどうでした？どこもありました？上野、それとまさか。どこにも行ってない。そうですか。でも怖い怖い、お奉行の大岡様が切腹なさったりして。どうしてでしょうね。いいお奉行だったのに。やめろ。俺のせいではないぞ。俺は知らん。誰も旦那のせいだなんて、ね、旦那は悪いなさったんです ね。お酒はもうやめにして、 お水お持ちしますから、ちょっとお待ちくださいね。俺のせいではない。奴は勝手に死んだんだ。勝手に死んだんだ。俺が忠助を殺した。冗談言うな。誰も信用するもんか。あ、そうだろ。誰も信用せんぞ。だがな、忠助のやつ死んじまった。切腹したんだ。俺が覚書を盗み見したためだ。俺を恨んでるだろうな。男の友達とはそんなものかと恨んでるだろうな。忠助、許してくれ。お姉さん、相手はもういいぜ。どうせ酔っ払いだ、何を喋ったか知らねえけども気にすることはねえからな。気にはしませんけど。あなたはどなたですか？何？潔く名乗ったらどうだ。おめえ一体どこの誰だ。やる？お主は何者だ。俺知らんぞ。何も知らんぞ。俺はただ忠助の昔馴染だった。町奉行の昔馴染。それが嬉しくて人に自慢していただけだ。それを誰に聞いたのか。老中の用人が。これは返す。これは老中に返す。だから許してくれ。この通りだ。許してくれ。いいお奉行様だったのにね。本当よね。死んじゃうなんてあんまりだよ。なんだか世の中真っ暗になった気がします。まったくだ。俺もう火消しやめたくなっちゃったよ。私もそう思ってたんですよ。あれ、誰か来たようだな。なあ、けんぞ。俺が叩き返したら、これは極秘が悪いんだ。お前さん。頭。うるせえな、分かったよ。今何時だと思ってるんだよ。たぶんもう。誰だよ。俺だよ。新さん。新さん。おい、ちょっと。なんで大岡様が死んじまったんだよ。新さんがついていながらなんで死んじまったんだよ。ちょっと待てよ、頭。実はな。頼むよ。もしさん頼まれりゃ嫌とは言いませんけどね。これどう？ご苦労さんですな。いや、こんなところでよかったらどうぞ好きなの使ってください。それにしてもこの二人は誰なんですか？これはまた悪いのが一人増えたな。ご苦労さんですよ。大きな声を出すな、サブロベ。そんな大きな声を出されたら
地獄の底まで聞こえるぞ。でもね、大岡様、一体これはどうなったんですよ。まもなく夜が明ける。勝負はこれからだ。これにてしばらくお待ちを。朝早くから何事じゃ。磯川を迎えに行った佐野屋六兵衛に頼まれてきた男です。佐野屋はどうした。磯川がひどく酔っていて、佐野屋も持て余しているようでございます。ああ、それより御前、佐野屋から大事な話と申しております。お目取りくださいませ。佐野屋の使いと申すか。何事じゃ。それがし、徳田新之助と申す若輩者、世間体をおもんばかり、頭巾姿のままのお目通り、お許しください。それがし、佐野屋からうすうす聞いておりましたが、大岡越前の神の昔の友、磯川三郎兵衛なる田舎豪士、よくぞ手なずけられましたが、ご信慮のほど、ただただ感服いたしました。ヤクザ者は口が軽いの。しかしそれにしても、ご老中のお言葉通りに動いていた勘定奉行をはじめ、お金奉行、勘定組頭、御用商人など、いずれも早々と始末なされ、しかもいずれも自殺と思わせた点など、まことに見事なお手の内。徳田新之助、ほとほと感服つかまつりました。あの屋はそんなことまでその方に話したのか。はい、まだまだ聞いております。待て、世代もたった今佐野屋を呼び戻せ。あの男、口が軽すぎる。あ、お待ちください。それがしは佐野屋の代理として参りました。佐野屋に用事があれば、それがしが代わって受けたまわります。では聞こう。その方の話とは何じゃ。申してみよう。恐れながらご老中、ご公儀の総勘定はすべてご老中の一存で決まります。勘定奉行以下はすべてご老中の支配下にございます。したがって、何をどうされようともご老中の胸三寸。考えてみれば300万石、恐ろしいことでございまするな。何。知らぬは将軍ばかりなり。だが八代将軍は貧乏暮らしが身についているせいか、細かいことに気がつく。そして密かに町奉行に捜査を命じていたのだ。町奉行は切腹した。死んでしもうとは。島の神、控え。勘定奉行由兵衛うねべ、その方出入りの佐野屋六兵衛並びに磯川三郎兵衛、ことごとく白状したぞ。神妙に控え。黙れ。その方、何者じゃ。欲に目がくらんだのか。余は八代将軍吉宗じゃ。で、牢関者じゃ。で、この死ね者二人、きれい。
田島、その方も武士ならば潔く腹を切れ。そのために山田朝右衛門を呼んであるのだ。山田朝右衛門、上様の命により阿部田島の神切腹の解釈に参上いたした。老中阿部田島の神は切腹した。幕閣に救っていた獅子心中の虫は退治された。そうなの、お奉行様生きてましたもん。そうだって。だってね、みんな言ってるわよ、あれは大岡様の計略だろうって。へえ、なんだか知らないけど、さすが大岡様ね、やることがしゃれてるよ。そして大岡忠相はかつての昔なじみを釈放した。慈悲というよりそれは大岡のせめてもの友情であったかもしれない。大岡様、お奉行様。大岡様。おお、辰五郎、元気そうだろうか。あしらご覧の通り。それより大岡様、そのうちあしらと一杯キュッと。よかろう。あ、どうだ、今夜にでも。本当ですか。おい、嬉しいね。ほら、新さん呼んでバーッと派手にやるか。やりましょう。大岡さん、どうですかい。おお、やろうやろう。おい、行こう行こう行こう。おい、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 おい。そしてその年、享保七年、吉宗は幕府機構の改革に着手した。勘定奉行を勝手方くじ方に分け、その管轄を明確にして一人が独占することを避けた。それはその後長く幕末まで続いたのである。暴れん坊将軍、次回は。話は残らず聞かせてもらったぜ。勝手な真似をしやがって。何だってあんな野郎に罪をかぶせやがった。俺の身代わりにはな、上総屋の手代がいるんだよ。善次郎は私の実の子なんだよ。奉行所へ名乗り出るよう勧めに来た。そう驚くことはない。俺は他にもいろいろと知っている。あんたが自分の息子を助けようと目安箱へ投げ文をしたこと、松蔵という遊び人をおとりに仕立てたこと。旦那は一体誰じゃ。望月主膳、直参旗本にして公儀の要職にありながら、はかりごとを巡らして罪のない者を苦しめるとは断じて許せん。次回、涙の偽訴状、どうぞご期待ください。